次に2項目目、大阪・関西万博への対応についてお聞きいたします。4月11日に兵庫県の斉藤知事は、県下の小中高生最大56万人を大阪・関西万博に無料招待すると発表しました。これに対し、各方面から中止あるいは慎重な対応を求める声が相次いでいます。その理由は、会場の安全性と猛暑への対策です。さらに、豪雨や南海トラフ巨大地震など自然災害発生時の備えも、専門家からずさんすぎると厳しい批判の声があることもその理由の一つであります。不安の声が広がる中、本年3月28日には夢洲一区で発生する可燃性ガスによる爆発事故が起きました。日本国際博覧会協会は、この夢洲一区に駐車場を設置することにし、子どもたちが参加することになれば、同区を通る予定となっています。また、同協会は本年3月29日、パビリオンの区域では可燃性ガスの発生はないと発表していましたが、つい先日、爆発事故の原因となったメタンガスが、パビリオンなどが建つ夢洲2区、3区のメイン会場区域でも検出されていることが明らかになりました。同協会は、検出されたガスは低濃度と説明していますが、一部のエリアでは、実際に爆発事故があった夢洲1区で採用された対策基準濃度を超えており、今後も同様の事故が起きる可能性は否定できません。このような状況を踏まえ、各方面から学校行事として子どもたちを大阪・関西万博に参加させるべきではないとの声が上がっています。私もこのような危険性の高い場所に学校行事として子どもたちを集団で参加させるべきではないと考えています。以上の立場から、本件にかかる市教委の認識を問います。特に安全性については、兵庫県や万博協会から十分な説明があるのか、各学校への情報提供は十分行われているか認識を問います。教育局長でございます。ご質問第2項目目の大阪・関西万博への対応について順次お答えいたします。まず1点目、学校行事として小中高生、特別支援学校生を参加させることについてでございますが、兵庫県では公民連携による万博子ども招待プロジェクトとして、大阪・関西万博に学校行事として訪問する場合に、入場チケット代を助成する事業を計画しております。現在、6月中旬に各学校の手続きをサポートする事務局を開設し、6月下旬に各学校担当者向け説明会を実施する予定と聞いております。学校行事は学習指導要領において特別活動として位置づけられており、実施については各学校の判断となっております。各学校における参加・不参加の判断材料として、子どもの安全、学習の目的、バス代等の費用面、教員の負担等が挙げられます。市教育委員会としましては、兵庫県より判断材料としての情報が入り次第学校へ提供してまいります。次に、2点目の安全性についてでございますが、現在、安全性を含めた万博自体の詳細な情報がない状況にございます。安全性は学校行事を行う上で重要なポイントでございますので、教育委員会としましても、今後、熱中症や自然災害、報道されておりますメタンガスの対策など情報について学校と共有してまいります。よろしくご理解賜りますようお願いいたします。